年度7月学期赤門会日本語学校入学式を始めます。はじめに荒井理事長のご挨拶があります。よろしくお願いいたします。おはようございます。もう一回大きな声でおはようございます。そうですね、今日は2013年度、7月期の学生の新入生の、入学式を行います。今日はですね、この時期に、日本に留学をしてきた皆さん、非常に我々は心から歓迎しております。また、大体その新入生の学生の皆さんをね、20代、若くても18、年取っても大体30ぐらいかなぐらいのちょうどその人生を一番重要な時期にその日本を選んで来てくださったわけですね。で、いろいろな動機があるし目的があると思います。しかしこの日本まで来て日本語をまず学ぶということっていうのは非常に重要なことです。ですから今後、1年もしくは1年9ヶ月、日本で日本語を勉強した後にそれぞれ自分の、目的に沿ってですね、大学等へ進学する学生、また就職する学生、また母国へ戻ってその母国でその日本を生かしたそのいわゆる企業を就職するなり、生活設計を立てる、そういう学生たちが、主な学生だろうと思います。ですからこの、赤門会日本学校でのその留学生活を十分に楽しんで本当に実のある、留学経験を積んでほしいなと思っております。それから何か困ったことがあるときには、支えてから最初から先生方に、ね、事務局の先生にまたはその他人の先生に相談してくれることを心が祈っております。今後の留学生活が本当に楽しい、生活になるように、また赤門会で有意義な、日本語をしっかりした正確な日本語を学んでいただけることを心からお祈り申し上げながら、私の簡単ではありますが挨拶に返させていただきます。どうもおめでとうございました。続きまして本校専任の先生方をご紹介します。本校の先生方壇上にお願いします。ビジネスクラス山川先生、山川です。よろしくお願いします。上級2、上級1クラス、山本先生。はじめまして、どうぞよろしく。中級3クラス、池延先生。池延です。よろしくお願いします。続きまして、日報理工専任の先生を紹介します。日報理工専任の先生方、壇上へよろしくお願いします。上級1、中級3クラス、チョン先生。よろしくお願いします。中級2、中級1クラス、井上先生。よろしくお願いします。初中級、初級2クラス、矢田部先生。よろしくお願いします。定着 B、初級1クラス、沼田先生。次に事務の先生を紹介します。本校日報理工の事務の先生方、壇上へお願いします。本校李先生、韓国語と中国語ができます。よろしくお願いします。林先生、中国語と韓国語ができます。よろしくお願いします。橋本先生、韓国語ができます。ブーレン先生、モンゴル語と中国語ができます。以上をもちまして、2013年度7月学期赤門会日本語学校入学式を終わります。